下宮地区、静かな田園風景が広がっています。時折行き交う車の音が妙に響きます。比較的大きな家々が見えます。下宮公民館、地区の人々はここで何を語り合うのでしょう。たまたま出会った老婦人から初午祭のことを伺った。地下神社、立派な鳥居ですね。登る石段の趣に歴史を感じます。一段一段願いを込めて登ります。この木は樹齢はどれぐらいなんだろう。社殿にのぼりが立てられています。家内安全、厄除け祈願、安産祈願、人々の願いはどの時代でも同じなんですね。